なんかさっき実はね、一人で5分ぐらい話しっぱで、気づいたら何フォトになっててさ、ビデオじゃなかったんだよね。バカみたいに独り言言いながら外歩いてたみたい。ちょっとね、オフィス移転になってからこの駐車場がね新しくなっちゃって、ちょ迷うんだよね、この広い駐車場一人で歩くと。前のとこはすごい覚えてるか分からんけど狭かったもんでさ、やべえ今日どこに止めたんだ俺は。こっちか。そうそう、あの高級車のね、あのポルシェの後ろに SUV の後ろだったね。とにかくね、今日は昨日達成できなかった、1日に何人というノルマをですね、今日、ちょっとキャッチアップして、そして今日の分もやってきました。数日前のノルマを作った時は1日に24人って話にしてましたけど、そう24人ってことにしてたんだけど、やべえこれどうやって外すんだ、取りながらやっちゃうよ。ちょっとごめんね。ほら、おいおい。そうでね、1日に24人ってことにしてたんだけど、メンタル的には実は1日50人してんだよね。まあ大いに越したことはないわけじゃないですか。だから昨日の分の50人、今日の分の50人、昨日実は、ね、まあ、20人ぐらいやってるから、まあ、ここ2日で120人ぐらいに声をかけています。それでね、毎日これやってて、そのぜひコネクション取ってくださいって、リンクトイン追加してくださいっていう話をするとき、ね、こういうものです、よろしくお願いしますっていう、こうあんまりこうご挨拶の世界じゃないんだよね、アメリカはね。だから、本当にこう相手に興味を持っていただける、まあコピーライティングみたいなもんなんだけど、相手のためになる何かをそこに入れとかないとクリックしてくれないわけよ。で本当にリンクトインとかフェイスブックで友達追加なんていうのは本当にもうワンクリックかツークリックぐらいの、そんな程度の話なんだけど、まあ皆さんもご存知の通り、自分の実生活見ればワンクリックツークリックとかってそんなにこうただじゃないわけだよね。やっぱりこう自分の中でこう意識的にクリックっていうこの意思がない限りはクリックしないわけじゃないですか。だから、そこで彼らに何がためになるのかっていうのを考えて、で2日ほど前に、先週の、日曜だったかな、日曜だったかな、とにかくコネのコネのコネみたいな感じで電話してた人が、実はね、僕がいろんなこう見込み客となりうるその業界の方々と話していって、まあ必要なことがいくつかあるんだよね彼らは。で、必要ビジネスを伸ばすに彼らが欲しいと思っているものが5つぐらいあるんだけれども、一番やっぱり、外から見てる人間としてはまずこの2つからだよね、この土台を極めればこっちもついてくるよねって見えるものがあるんだけど、でも実は彼らはずっとこっちからやってこっちを攻めてこっちが優先、そしてこっちを攻め切ったところで、はい、じゃあこっちを、固めろっていうのを ずっと教育できてるわけよ。本当にもうやっぱり長期的に何かを作るっていうよりかではなく、明日食う飯を探しに行ってるわけで、まあそれは間違ってはいないわけだよね。だから、その2日ぐらい前に話した方っていうのは、僕が今立ち上げようとしてたサービスはむしろこっちの方なんだよね。こっちの土台を固めて、こっちができれば自分でこっちができるよって、人からこれを買ってくるより自分でこっちを作ることによって割安でこっちができると、で割安でこっちがゲットできると全体的に伸びてくるよねって、そういう話なんだけど、やっぱりそれは結構お客さんに教育が必要なわけであって、で彼らが理解したとしてもやっぱりこっちがまず欲しい、それはもうすでにこっちでやってきたから。ちょっとこう曖昧な話で申し訳ないんだけど、まあぼんやりとしたアイデア的な理解、できますでしょうかね。で、なので2日ぐらいに前に電話した人は、実は僕はここ苦手なんだけど、その人はこっちだけだったらパートナーシップ組んでできるかもよって、僕が機械もこの機械の回し方知ってるからっていうわけよ。だから、あ、お客さんがこれを欲しいって言ってて、僕がこっちをその人を通して届けられるんであれば、いずれは僕が届けようと思ってるこっちも届けられることになって、それで全部届けられるんだったら怖いもんないよね。だから、今日のやつからは、お客さんになりうる方、もしもしこんにちは、僕はこういうものです、
パートナーシップを組んで、今私たちはこれを売ろうかと考えてます。で、これを売った時こういう成果が得られると僕たちは思っていますけれども、正式に世界に出す前にパイロットプログラムとして、日本語でそういう言葉使うかな、アメリカではね、パイロットプログラム、パイロットプログラム、パイロットプログラムっていうのは、正式に出す前にちょっとこう、こっちのベンダーとしての練習も兼ねて、試験的に何かを出すっていうことだよね。で、そこで、一歩通行で出すんではなくて、実は、パイロットプログラムに参加してくれた会社さんとお客様と、ある意味ちょっとパートナーシップ組むのかな、こっちが、割引もしくは無料で何かを差し上げ、その実際の商品なんだけどサービスを差し上げ、そして今度お客さんの方から、フィードバックをいただく。で、そのフィードバックをもとに、こっちの商品をちょっと考え直すなり、ちょっとリバイズしてね、で、修正しきったところで正式に世界に出すっていうことになるわけなんだけど、お客様そのパイロットプログラムとかに参加できる可能性もあるかもしれないと。なのでぜひこの話を進めるにあたりコネクション取っていただけませんかっていうことなわけよ。だから取ってくれない人も増えるかもしれない。彼らはパイロットプログラムとかそういう割引でこの商品を得る興味がないかもしれないから。でも俺たちはそれは別にいいわけ。なぜかというと、その人たちとこれに興味がある人たちがお客さんになりうるわけだから、なりうる方々なわけだから、彼らに、優先的にこれをクリックしてほしいわけだよね。だからレスは減るかもしれないけどいいの。これをはっきり述べることによってレスをくれる人たちがよりはっきりと僕らの見込み客になる確率が高い人たちだってわかるから。そんなところです。はい、今日は100人ぐらいやったという、その、証拠をですね、パパッと今から流しますけど、それは僕の日記までに。すいません。 OK、 じゃあね。今帰ってきましたけどね、これさ、こういう安いアパート住んでさ、こう安いガレージとか入れるとこうさ、閉まんないんだよね。ちょっとこれ電池変えなきゃいけないのかな。横からこうやってなんかどっか隣の人のなんかこう下水じゃないんだけどさ、まあ、下水見に見えるよね。もうまあ企業頑張ってこういうとこにね、いつまでも住まなくていいように頑張りますね。閉じてくんない、これ。ちょっと頼むよ。